それじゃあお疲れ様でした。良いお年を、マスター。おつう。にわるわにわるわ、来年もよろしくにわ。さて、店じまいして、年越しそばでも食べるんごねー。さて、片付けも済んだしそば作るんご。にわ、ごめんにわっち、もうお店終わりんごよ。おーす。にわ、弁護ちゃんじゃないにわか。どうしたんにわ、にわが恋しくなっちゃったにわか。あーん、セクハラで訴えられてーのか。冗談にわよ。弁護ちゃんならセクハラで禁錮刑まで持っていくからシャレにならないには。でもそれじゃあ何の用できたんには。最近は特に訴えられるようなヘマはしてないはずにはよ。どうしたの、何もそば食いに来るって言ったろ前に。にわ、はまさかあれ年越しそばのことだったには。そうだよ、さっさと出しな、茹でてんだろ。まあそうにはけど、私と年越せるんだからありがたく思えよ。確かに、ありがたにわっち。その代わりお前もおごりな。ぐえ。ということで今回は年越しそばを作るには、ただ正直うまく作れてないから参考にするのはおすすめできないには、うどんよりそばの方が難しいんご。まず、そば粉と小麦粉を、ふるいにかけてボウルに入れるには、相変わらず茶こしくんは有能にはねえ。そしたら水を4回ぐらいに、分けて加えていくんご。1回目に半分ぐらい入れて、指を立ててぐるぐる。その後、軽く手を合わせてすり合わせていく、には、力を加えると良くないらしいから優しくやるんご。2回目も残った水の半分を、入れて同じことをするには、3、4回目も同様には、ゆっくり10分ぐらいこの作業に、かけるといいって書いてあったんごねー。これが4回目終了した状態には、粉っぽいけどこねると割とまとまるんご。広い台があればそこでよくこねられるんにはけどねー。それでまあよくこねこねしたら、乾燥しないようにラップして、20から30分ぐらい寝かせるんご。おやすみにはっち。それじゃあ続きんご。の前に、そばつゆのために出汁パックで出汁汁を作っておくには、鍋に出汁パックと水入れて火にかけておくんご。そばを茹でる用の水もたっぷり沸かしておくんごねー。それじゃあそばを伸ばしていくには、打ち粉は多すぎると乾燥して切れちゃう原因になるし、少ないとくっつくしで加減が微妙には、丸く伸ばすのは狭いから難しいんご。縦長にして長方形を目指すには、伸ばしてー行くにはー。そしたらパイ同様折りたたんで切っていくんご。結構細く切っても茹でると太かったりするから、かなり細めに切った方が良さそうには。切り終わったらくっつき防止のために打ち粉を振ってほぐし、たっぷりのお湯で茹でていくんご。最初に菜箸で軽く持ち上げるようにほぐしたら、あとは触らずに水流で踊るのを眺めつつ、溢れそうになったら水を加えてなだめるには、50秒ぐらい茹でたらざるに上げて水で洗うんご。3回ぐらい作ってこれが一番マシにできた回には、それでもうまい人のと比べるとまだまだんごねえ。つゆは返しと呼ばれる醤油とみりんと砂糖を煮て冷ましたものを、先ほど取った出汁汁で割って作るには、これ結構シンプルだけど好きな味には。あとはそば入れてネギ入れて完成には、うまくいかなかった回ではエビ天とかも乗せてたけど、まずは基本ということでシンプルなそばにしたには。年越しそば、なぜそばなのか、その由来はそばが切れやすいことから、1年の厄災を断ち切るという意味と、細く長いことから長寿を願う願掛けという説などがあるには、小さい頃は、それなら太くて長生きしめんの方がええやん、とか思ってたにはねー。ちなみに、撮影の都合上、大晦日にはそば食ってないには。には、今年ももう終わりんごねー。そうだなー。今年もたくさん美少女と知り合えていい年だったんごねー。それに比例して私の仕事を増やすのをやめろ。にわは、頼りにしてるんごよ、弁護ちゃん。来年から報酬倍な。ぐえ。
ちょっと署までご同行願おうか。庭は無実には、弁護ちゃんを、呼ぶには。あ。Thank you.